スープ作家の有賀薫です。毎日スープを作っています。365日の、スープをレシピ本やいろいろな記事にして発信しています。最初はその息子のためにスープ作り始めたんですけれども、毎朝スープを作りながら毎日必ず写真を SNS にこうアップしてたんですね。でそれがだんだんこう周りがみんななんか面白いことやってるねっていうことで見てくれて、そこからちょっとお仕事の話が来たりして、スープを仕事にしようと思って毎朝スープを作るようになりました。私はすごくシンプルな、でこうなんか後から手を加えても大丈夫なようなレシピを作っているんです。今働きながら毎日のご飯を作らなきゃいけない、作る側の気持ちだったり、あるいはその日々の中でのこううまく回していけるかみたいな、こう楽さっていうんですかね、今の時代に合った食べ方ってこういうものがいいんじゃないかっていうことを、同時にこうそのなんかレシピに込めてお伝えしたいっていうことがすごく大きいかなと思いますね。自分がずっと長く主婦でやってきたということもあって、仕事をしながらずっとこう家の食事を作っていたので、すごく毎日のご飯作りが料理は好きなのにやっぱりすごく大変で、結構お菓子作ったりとか凝った料理とか餃子の皮作ったりとか、そんなことも好きなのに、こう夕方になってああご飯作んなきゃって思うと、ちょっとこうなんかああってこう気が重くなるんですよね。なんだろうなんだろうってずっと思ってたんですよね。こんなに好きなのになんかこうちょっと苦しくなっちゃうっていうこと、それをすごく自分でも不思議に思っていたので、なんかああそうか、ちょっと頑張りすぎてるのかなみたいな、毎日毎日ご馳走ばっかり作ろうとしすぎてるのかなっていうことにこう気がついたっていうことなのかもしれません。私も結構例えば夫にイライラしてご飯作るの大変なのよみたいなことを言っちゃ、ちょっとは手伝ってよみたいなことを言っちゃったりしてたんですけど、みんなの中にあるそのなんかちょっと日常の中でモヤモヤしてることとか、口には出さないんだけれどもなんとなく思ってたようなことって、こう多分台所の中ってそういうことがいっぱいあるんですよね。気分を変えたいっていうことかな。ずっと同じことをやってるとちょっとこう頭が同じようなところでくるくる回っちゃうので、で出てくるんですよね。今日はライブをやってみたいと思います。初めてね、ツイッターライブっていうやつの機能を使ってみるんですけど、今日はささがきです。ごぼうをささがきにします。でまな板はねいらない。台所にこうこもって一人で料理をするのではなくって、例えば一緒に家族が作ったりとか、作れる人が作るっていうような形を実現するときに、やっぱりこれまでのキッチンの形では、ちょっとうまくいかないなって、じゃあそれを解決するため の, キッチンってどういうものだろうっていうふうに、考え始めたのが、ミングルの一番
始まりというかスタートですね。レシピを出す仕事をしていると常に新しいレシピをくださいとか、いっぱいレシピをくださいとか、まあ、そういう要請がすごく多いんですよね。で、やっぱり生活者として発信したいっていう気持ちがあるのに、その自分の生活とは違うものをたくさんたくさんこう作るみたいなことってちょっとずれてるような気も しちゃう時もありますね。でもなんか私が本当やりたいのは、一つのレシピを言葉とかそういうものを載せてしっかりこう伝え切るみたいな仕事をしたいなって思って、ちょっとこうもやっとする時はあります。世の中の商品とかサービスとか私たちの周りにあるものって結構最大公約数的なものというか、もうみんながなんとこういう人もこういう人もこういう人もいるんだけど、その間ぐらいのものっていうことでできてるものがすごく多いような気がするんです。でも本当のみんなの生活って、このなんかちょっと端っこにある自分だったりとか、その少し外れた自分だったりとか、それが本当の自分なんじゃないかと思うんですよね。でもそこにあったものって実はすごく少なくって、なんかこう自分の心にピタッとはまるようなものがあると、人ってこうなんか毎日の暮らしってすごく楽しくなるし、それをその暮らし、日々のなんかすごく小さな暮らしをすごく幸せに感じることができるんじゃないかと思うんです。受け身になるばっかりじゃなくって、やっぱりこう暮らしの中からみんながどん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 こうなったら楽しいんじゃないとか、こうなったらいいんじゃないっていうことを発信するっていうことがすごく価値があることだと思う。毎日こう料理の発信をしてると、みんなこうなんかこの辺に何か自分がこうならなきゃいけない、何か理想みたいなものがあるっていうふうに思っちゃってる人が多いんですよ。だけどそうじゃなくて、今ここにあるみんなの暮らしこそがやっぱり価値があるっていうこと、それをこう発信してほしいし、それを聞きたいというか、そのためにまず私も自分の暮らしを発信するっていう、そういう感じなのかもしれないですね。